はい、それでは皆さんご無沙汰しておりますという感じで、ちょっとしばらくの間ですね、なかなかできなかったんですけども、今日はちょっと久々にですね、私の方がご案内の方をしていきたいと思います。で、今日のですねテーマというかですね、秋にお目見えした動物たちということで、今日はですねまず今レッサーパンダも来てるんですけども、まあ、レッサーパンダ、6月の26日に、生まれておりまして、まあ、裏の産室というところで、まあ、母親のユーユーが、ずっと子育てをしていて、まあ、10月の頭にですね、親子で、まあ、子供も順調に育ったということで親子で外に出すということを慣れさせてきまして、今順調にいいところまで来てますので、展示をしていくということになっております。まあ、子供の見分け方なんですけれども、母親のユーユーと、その子供っていうのは一緒に出てるとですね、子供の方がなんかこう全てが短い、ちょっと短い感じがしますので、見たらすぐ分かるかなと思いますので、まあ、ユーユーの方がちょっと毛の色がちょっと薄い、頭の部分とかちょっと薄いというのもちょっと一つ特徴でもありますので、まあ、そんなところで、濃い方が子供というのでも見分けていただきたいんですけども、やっぱり全体的に見た時ちょっとちっちゃい、短い足も短いし、なんか頭から、ね、尻尾にかけてもちょっと短いかなと思うので、まあ、そういったところで、じっくり観察して、子供というのを見ていただきたいなと思います。まあ、これからね、順調にすくすくと成長していきますので、こちらのレッサーパンダの赤ちゃんもねぜひ、注目してほしいと思います。それでは 秋にお目見えした動物2つ目ということで、カバッカンのちょうど地下って言っていいんですかね、まあ、地下の方にいるイボイノシシというのがね、来ました。でイボイノシシは9月の5日に旭山動物園に、まあ、来園してきて、その後ちょっと検疫ということで、裏の方で飼育してました。で、最近ですね、こちらのカバカの方に移動し、まあ、引っ越してきて、展示の方、まあ、ここの環境に慣れさせるということから始まって、いよいよ展示ということになりました。まあ、イボイノシシの方はですね、実はここの施設の説明はあんまりしていなくてですね、ちょうどここの場所はダチョウの寝室のところなんですけれども、ダチョウの寝室の前にずっとこうアクリルの、まあ、トンネルというかですね、そういったところがありまして、そこをこうずっと歩いて外の場所に出ていくという施設になっています。まあ、イボイノシシですね、今回来園したのはオスのまだね、7ヶ月、まあ、もうちょっとで8ヶ月ぐらいになる個体なんですけども、まだまだ若いのでこれからどん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 大きくなって、オスであればまあ100キロを超えると言われてますので、これからのどこまででかくなんだろうと思いながらも、僕らもちょっと楽しみに、ねしている動物の一つということになります。まあ、ここのね歩いている姿であったりとか、あと土を掘るね習性というかですね、まあ、結構土を掘っていますので、いろんなところ放射状穴開いてますので、まあ、掘ってる姿とかもねもちろん見れますし、あとここのトンネルをこうタタ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 と走っていく姿って結構ね全速力で走るの速いので、追っかけるのも大変なんですけども、まあ、そういったような姿がここでは、ね、見れるようになりました。まあ、ぜひね、イボイノシシをこれを探してもらわないとなかなか、ね、どこにいるかわからないということもありますので、そういったことを、まあ、カバーを見た後にはこのイボイノシシ、ぜひ注目してご覧になってほしいと思います。はい、それでは秋のお目見えした動物3つ目ということで、アミメキリンのメスが、やってきました。で今ですね、向こうの方のちょっとちっちゃい、まあ、サブ放射場と僕ら言ってますけども、そこで今環境に慣れている、最中ということになります。まあ元気と比べてもらえればすごく大きさがの違いが分かるかと思うんですけども、今このアミメキリンのメスなんですけども、1歳10ヶ月ですね。で、頭までがだいたい3メートルぐらいかなと思うんですけども、まあ、それぐらいの大きさと、まあ、元気は今5メートルぐらいになってますので、本当にね、大きさの違いが分かるかと思います。でこの、メスなんですけども、10月の8日、に旭山動物園に、まあ、来園してきたんですけど、アメリカの、動物園の方から、来ております。まあ、こうやって見るとですね、僕らも最初見た時にねびっくりしたんですけど、すごく顔が真っ白と、柄がそんなにないんですよね。まあ、元気の方見ていただいたら柄がしっかりとあるんですけども、まあ、以前いたマリモという個体も顔には柄がねあったりとかしたので、まあ、今回またちょっと違ったような柄が入った、まあ、キリンのメスが来たなと
思っております。であと、10月の17日から、このキリンのメスの愛称を募集していきます。で一応11月の3日要するに夏季開園の最終日まで、愛称を募集して、閉園期間中に全部それを確認して、まあ、どの名前がいいかなっていうのをちょっとね僕らも楽しみながらちょっと1週間過ごしてみようというふうに思っております。まあ、また愛称等がね、決まればまた後日、報告したいなと思いますので、ぜひこのキリンのメス旭山にちなんだ名前を考えていただきたいと思います。決して多数決とかですねそういった票が多いものではなくて、このメスを見ていただいたイメージでそして旭山にこちなんだね、ものが毎回決まっておりますのでぜひ何ですかね他にはない名前っていうのを考えていただければ僕らもそれずっとこうやってね、メスのキリンの方、飼育していきますのでいい名前を募集しておりますのでどうかよろしくお願いします。